サウナということで、どうも、鮭ほどでもない、鮭トリック丸です。鮭というね、本日はなんと、実はね、ちょっと、まあ、土曜日ということで、まあ、家族でね、お出かけして、その帰りに、まあ、こちらをね、発見したので、ご紹介したいと思います。じゃじゃん！マインクラフトのこちら、クリーパーマグ。ということで、まあ、クリーパーのマグカップでございます。早速、中身を見ていきましょう。もうね、この箱ですね、雰囲気いいよね。なんかすごいピピピピピピって音が入ったと思うんだけど、入ってるかな？このピピピって音はね、お風呂が入ったって音ですね。はい、お早速、開けたら、じゃじゃーん、クリーパー、かわいいっす。ね、ビニールから取り出して、あ、すごい、思った以上に大きい。すごい大きい。あ、裏に、すごい、マインクラフト、そしてモヤシャ。で、グッズを作っているジンクスっていうのかな、はい。などのロゴ等々入っております。結構ね、大容量。どうしたの、ゆきちゃん。これにコーヒー入れてあげようかなと。ほんとに、うん、じゃあ、一回洗って、うん、うん。お願い。はい。いいタイミングで、嫁が来ました。あ、ありがとう。でかっこうやって見るとでかいね。ほら、ちょっと普通のマックアップ見せて。はい。でかい。でかい。いただきます。これ飲みやすいのかな？あのね、若干厚みがあるから、飲みやすくはないね。まあでも、雰囲気可愛いから、まあね、なんだろう倒しにくくていいんじゃない？ん？倒れにくそう。ああ、まあ確かに倒れにくいからいいかも。まあっていうか、ぶっちゃけインテリアじゃない？あ、うん、どちらかというとこれか、どっかほら、机の上とか飾ってたら可愛いじゃん。うん、まあもうむしろペン入れにしてもいいぐらいだしね。まあこれ飲み物に使うというよりは、まあインテリアとかなんか物を入れるものとして、物入れとして使った方がいいかもしれないです。はい、ということで本日のシャケマンは、ダルルルルルダダン !65点。まあ、非常に可愛らしいし、インテリアとしてはいいんだろうけども、マグカップってやっぱ飲むもんだと思っているので、ちょっとそういう意味では、なんか、期待を裏切られたというかね。これで飲みやすかったらいいんだろう、もっと良かったんだろうけど、まあでもこれはこれで実際可愛いのでいいかなとは思ってます。はい、ということで本日はここまで見てくれてありがとう。つくまーきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。スマートフォンでご視聴の方はチャンネル登録をタップ、パソコンでご視聴の方はチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また動画以外では Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。たまらんな。